はいどうも皆さんこんにちは、メタクエストアンバサダーのリリーです。9月15日から18日まで幕張メッセで行われている東京ゲームショー2020に行ってきました。さあ幕張メッセといえばですね、僕も2019年に、コナミアーケードチャンピオンシップという音ゲーの決勝大会で選手としてね幕張メッセに来たのが最後になります。いやー久しぶりに来ましたね。さあこの東京ゲームショー、中へ入って奥へ進んでいくと必ず目に入る色とりどりの家、そして長蛇の列、これがメタクエスト別の目印です。このカラフルな家はおそらくアマンガス VR をイメージしている形ですね。そして、長蛇の列は何をしているかというとメタクエスト2の体験の方が待っている列ですね。いやー一体なんでこんなにみんな待ってるんでしょう。3つ理由を紹介していきたいと思います。1つ目、未発売のゲームが遊べちゃうんです。僕はですね中でミクスチャーというゲームをやってみました。これは手元のスティックで、中のねちっこいキャラクターを見えてるんですけど操作していくだけでなくって、僕は僕でなんかこう周りからね鉱石から鉱物を取ってそれをなんか錬成、薬をねこうやって振って錬成していやーってちょっとキャラクターのね通り道をサポートしてあげたりするっていうようなゲームになってました。最後にはボス戦もあってね、体験時間中にボスまでたどり着かないっていう人もいるんですよっていう風に言ってもらえて、皆さんもしミクスチャーやったらね最後まで頑張ってくださいね。理由その2、待ってる間もワクワクするんです。カラフルな家が連なってるっていうのがメタクエストブースの特徴だったと思うんですけど、その実は家の、窓枠がなんかこうすりガラスというか障子というか、まあとにかく中で体験してる人のシルエットがなんかぼんやり見えるっていうような状態になってて、あ、今何やってんのかなみたいなやつがこう街の列からチラチラ見えるんですね。これがいいですね。なんかこう、まあ、なんか全部見えてるのちょっと恥ずかしいじゃないですか。プレイするときのプライバシーもあるし、なんかちょっと全見てじゃないからこそのワクワク感とか想像力かき立てられるみたいなのがなんかすごい面白いと思いました。ちなみにこの家の形の中でみんながプレイしてるっていうのはこう VR が当たり前にこう普及したこうご家庭みたいな街の風景みたいなものもちょっとイメージしてるんじゃないかなっていうふうに思います。理由その3、フォトスポットが中にあります。これです、ベベン。はい、撮りたいでしょうこれさあいかがでしたでしょうか。このメタクエストのブース以外にも東京ゲームショーの会場のさまざまなところでヘッドセットはメタクエスト2が使われているところばっかりです。なのでいろんなところに行って VR 体験するのもぜひぜひメタクエスト2と一緒に楽しんでくださいね。それではダンスゲーム世界チャンピオン、そしてメタクエストアンバサダーのリリーでした。イエーイ、ありがとう。